たまにね、やばい、忘れてたんで、ちょっと、ごめんね、みたいな人 いるからね。マジで、気をつけて。気をつけてください。花粉大変、もう花粉毎日大変ですね。そう、あって忘れちゃってた。ちょっと早めに。今日までってことはもうあと30分ぐらい、20分ぐらいしかないっしょ。ちょっとなんか口内炎みたいなやつがここにできたんで、トラフル貼ってるんでちょっと喋りにくいって感じ。そう、下唇に。お腹すいたー。お腹すいたー。寝るとき口内炎のやつぬりぬりしてんで、そう、私塗るタイプ苦手なんですよね。まだ2回じゃんあれ 1回じゃん。1回からさ、なんか口内のなんか超ちっちゃいやつだから、なんか私が多分広げちゃったんだろうな。そう、気になってね、気になっちゃうよね。ね、こういうの。居酒屋メニューって何が好き？居酒屋メニュー？私知り合いのお店とかしか分かんないけど、知り合いのお店のメニューとかしか分かんないけど、でもどこもかしこもあるか分かんないけど、焼き鳥が好き。結局給食カフェとか行ったこと、給食カフェって何？そんなんあるの？結局焼き鳥まして。なんか月見つくねみたいなやつがあったのよ、前。つくね、月見、どっちでもいいけど。つくねに、ちょっとなんか特製のタレと、あの、黄身、卵の黄身を、こう、ポンってかけた。やつがすごい美味しくて、
ビタミンなどの栄養不足、睡眠不足、ストレスの原因らしい。そうなんだ。そう、早く寝ようと思っていますけど。そう、思ってはいるんだよね。焼き鳥はタレ味のももが好きです。そうか、つくね。つくね美味しくない？私つくねめっちゃ好きなんですよね。そうだからなんかさ、つくねにさ、ちょっとバジルの感じが入った、ちょっとバジルっぽいつくねの串があるのよ、確か。たまにね行くと、それがめっちゃ美味しくて超好きなんですよ。ぼんじりはね、わかんない。感じるは何かわかんない。まずもも、もも、もも系一択って来たから。豚串？豚バラじゃなくて、豚バラ食べてたね、ちっちゃい頃。うん。豚バラ。豚バラはちっちゃい頃食べてました。柚子胡椒好き好き好き、めっちゃ好き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 って感じで、めっちゃ好き。スパイスね、うーん、私ブラックペッパーが大好きなんですよ。そう、ブラックペッパーが大好きで、そうなんです。ひさしさん、レインボースターありがとうございます。カズト先生さん、だるま。ひさしさん、ペンライトと、あのいさん、バララスカルさん、タコありがとうございます。黒あの普通の塩コショウじゃなくて、ガチのコショウ、ガリガリするやつ、あれが好きな、好きで。そう、何にかけるっけな、なんか全然。でも私ツナ普通のツナに、ツナ缶のツナに黒コショウをたっぷりかけて、でチーズと海苔を、チーズと海苔をね、食パンの上に乗せて、そのブラックペッパーシーチキンを乗せて食べるのが好きでした。そう、私もミルでガリガリするやつ。オーブンで焼いたら、焼くのもいいんだけどさ、ちょっとめんどくさいじゃん。そう、学校終わってちょっとすぐ食べれるもの、学校終わって帰ってたまに食べてました。もうお腹すきすぎてさ、そんなこと焼いてる余裕がないのよ。塩もガリガリ、そう、私も塩もガリガリ派。いいよね。
オリーブオイルと塩でサラダ食べる。おしゃれですね。私はもうピエトロドレッシングしか買たんよ、マジで。うん、ピエトロドレッシングみんな知ってるかわかんないけど、ピエトロしか買ない。え、あのさ、牛角、牛角じゃないな、牛角か。牛角のさ、牛角が出してるドレッシング系めっちゃ美味しいからぜひ食べてほしい。私さ、キャベツにかける、なんて言うんだろう、なんかね、ニンニクの風味がする、ニンニクのキャベツのタレみたいなのあるのよ。それがめっちゃ美味しいから、もうぜひって感じ。チョレギっぽい、わかんない、チョレギっぽい感じ、でもちょっと油は入ってる感じだけど。あ、ジョジョ園のサラダのタレ美味しいよね、わかる。いや、キャベツ専用、ね、キャベツのにかけて美味しいみたいな書いてあったけど、何にでも合いますね。だから本当に私は今日はね、今日はというか、きゅうり美味しいんですよ。きゅうりにかけたらめっちゃ、だから野菜何でも合うし、普通にあのお肉炒めるときにちょっとかけたりとかしても絶対美味しい。ピエトロめっちゃ種類あるやん、どれがいいやろ。え、ピエトロってそんな種類あったっけ。うちいつもオレンジキャップのやつ、うん、よくわかんないけど、オレンジキャップのやつですね、ずっと。ね、焼肉屋さんのドレッシングはマジで美味しい。いつもオレンジキャップ、キュウリのあのタレは神、刻みニンニクもりもりね。写真集出したいです。サミズジローさん、だるまありがとうございます。ゆうやさん、桜餅だっけ、違う、桜餅か、合ってる、ありがとうございます。コミュ店員の相談は相談者がすぐ分かりますそうね、うまくいってほしい。そう、40th Timesで応募できます、チェキは。うん、って感じ。
だからぜひみんなゲットして、あのリクエストとかしといてください。リクエストとかね。明日寒いんだ。そう、みんなはもらえんけどさ。そんなの分かってるよ。そんなのは分かっておるけど。みんな応募していただいて。ね、応募しないと当たらないからね、まず。そういうこと。明日寒いっぽいですね。そうそう、そういう反応がすごい大事だから。そう、写真応募でね、写真応募でさ、いっぱいリクエストが多かったらね、ワンチャンあるかもしれないじゃん。だからぜひたくさん、あの、応募していただいて、でぜひミスターのグラビアをっていうリクエスト、あのツイッターの DM とかポテトタイムズさんのとか、カッポーさんの DM とかにね、ぜひミッサーをって言っててください。頼んだ。めっちゃ乾燥してんだけど。でもめっちゃドライアイですよ、私。超ドライアイだよ。目薬さしてる。目薬ね、でもまだっていうか全然いける。そう、いけるね。マジでお腹空いた。どうしよう。そう、振り子時計は明日予約締め切りです。ちょっとやることがあるので、もう54分なので、とりあえず
55分か。私お腹空いたら寝れないから、でも普通にやることがまだあるのでやるんですけれども、なんかついてる。よし、めちゃくちゃ夜型、めっちゃ夜型です。超夜型。ということでランキング見ますね。ショールームでは食べないよ。これか。うんうん。56分です。56分だ。じゃあランキングでも読もうかしら。言うてますけど、編集してて気づいたら朝だったとか、あれ全然ある。私本当に一回集中しちゃったらマジでやばいんだよね。でもお腹空いたり、お腹空いたりしたら一回編集から離れるから、その時にえもうよしみたいなことはよくあります。そうマジである、本当にある。よくだからもうブルーライトか、ブルーライトちょっとね、ブルーライト対策していきたいねと超思います。お、桜の花びらじゃん、かわいい。いっちゃんさん、桜の花びらありがとうございます。ということでランキング見まーす。13位ラスカルさん、12位ケンちゃんさん、11位横吉さん、10位桃とさくらさん、9位ひさしさん、8位オニオンナイトさん、7位あの湯三味線最高、6位オムライスさん、5位チョークスノーさん、4位つむじかぜさん、3位そのっちさん、2位ツーリンダルマさん、1位土踏まずさんでした。ということで、明日は寒いらしいですけど、体調管理に気をつけて頑張りましょう。それではバイバーイ。